チャオ、あっちゃんです。今日8月の8日、あっちゃんのお昼ご飯、もう暑すぎてご飯を食べる気になりません。こんな暑くてたまらない日にはご飯が食べられない。ご飯が食べられなければスイカを食べればいいのよっていうことで、スイカを食べたいと思います。実は350円1個、半分やから175円。はい、うちの子供はスイカが嫌いで食べてくれない。でもあっちゃんがスイカが好きで食べたいね。で買ってきて、で子供ご飯食べさせてね、その間にあっちゃんはスイカを食べます。海塩パラ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 と海塩ちょっとかけて贅沢にいきます。いきます。くるーん、いただきます。あ、幸せ。スイカ半分食べるのすごい贅沢やね。ちっちゃいけどね。これ350円は安いでしょ。エバーグリーンで買ったけどな、超高な。エバグリーンです。エバグリーンのてんこ盛りって言ってね、農家さん直系の 直営で農家さんが申し込みのとこで買ってきて、子供が食べてくれたね。大きな顔だけど、食べる？いやんて、いないなって美味しいのにね。だからね、部屋片付けたいな。やけどもしんどい。暑い。夏はね、暑い暑い言いながらクーラーを効かして、で扇風機も回して、でスイカを食べる。最高やね。スイカが大好きやからね。メロンも好きやけど、スイカも好きやからさ。ただただスイカは種がめんどくさいね。イチジクも好きで、イチジク食べたいんやけど、イチジク高いね。まだここ入って800円とかするやろ。悩んでんねん、買おうか買わへんか。海塩が合うわ、やっぱり。うん。暑い。なんかめまいしてきてるな。暑すぎて。これぐらいね、ご飯作って。本当に、食べたくなかったから、
スイカ食べようかなと思っとって、で子供にだけご飯食べさせて、でもうその時点でフラフラしとって、なんかほんまに夏はしんどいね。でもあっちゃん冬より夏が好きやからな。でもここまで暑いとしんどいね。うん、どこ終わったかな。動画も編集してんね今。これ半分食べられるかな。ゆっくり食べていこうか。ちょっと今ね動画を作らないといけないんだけどもね。ていうか作る時間アップしたらあかんねんけど、準備だけします。こんな感じでね、ご飯食べながら動画をアップ作業してる今日です。でも頭はねもうクラクラして回らんの。熱中症気ぃつけてくださいね。まあなんかだるい感じ。ちょっと待ってね、マジで。これだけさしてね。うん。今日朝から YouTube おかしいんか。なんかおかしいな。アナリティクスと動画のね再生回数とアナリティクスの再生回数が全然ずれてる。なんでこんな再生回数少ないかな。一気に減ったからあれと思ったら、再生回数動画の方で見たら普通やね。アナリティクスで見たら半分ぐらいに減ってんの。いつもやったら逆やねん。アナリティクスの方が最新データやねん。後でズレが直んだけどね、数日後に。びっくりすんね。半分ぐらい食べたけど、ちょっと休憩しながら食べていきます。いやーなんかこう頭がボーッとしてるっていうのか。見てお茶飲むわ。塩分不足かな。塩分と水飲んだからちょっと塩分舐めよう。まあスイカに塩かけてるからな、別に。なんか体が塩を欲してる。
塩たっぷりかかってるとこ美味しいわ。多分体が塩欲してんな。ゆっくりしてまた部屋片付けを再開しよう。毎年懲りずにね、お盆前に徹夜は嫌や。年々ね、体がついてかいなってこと。YouTube 撮ったらね、どうしてもその仕事優先、YouTube 優先になってまうから、片付ける時間がもったいなく感じてしまってさ。ん？誰かにやった。もうちょっと残ってるけどゆっくり食べるわということで、ごめん、あんまり喋られへんうちにちょっとね、夏バテっぽい症状出てるからちょっとだけゆっくり進みます。で、引き続き部屋片付けてゆっくりしたいと思います。声がもうでんくなってきた。いや、昨日夜遅かったもんねけどね、ちょっとゆっくりします。ではまたね、CS 出した後もうちょっとスイカ食べて片付けます。今日のあっちゃんのお昼ご飯、スイカ半分、350円の半分、175円のスイカ。よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。まあね、お昼何も食べられへん時はスイカを食べてね、っていうのもありやと思います。では